ザルツブルクチロール線は、オーストリア国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は、ザールフェルデン伊東が200、伊勢が201。ザルツブルク州とチロール州を結ぶ路線だが、ザルツブルクチロール間は、ローゼンハイムを経由するルートが主流であり、こちらは、アルプスイナンとイホクを結ぶ特急列車が、主に経由する。ザルツブルクチロール線は、絶え間ない伏線であり、 右側通行は原則ながら渡り線によって両方向の運転が可能である。全区間は電圧15000ボルト、周波数16.7ヘルツの交流で電化されている。ザルツブルク州とチロル州の間にアウトバーンが連結されていないため、本線はとても重要な運送経路だった。しかし1995年オーストリアが 欧州連合に加盟した以来、その重要度が全時に低くなった。アルプスを貫通する鉄道の特徴のため、特急列車が高速に走行するのは不可能である。列車はサルツアフハ川を沿ってビショフスホフェン駅に至ると、そこからエンス国線が分岐している。シュバルツイコールセーファイト駅にはタウアーン線が分岐し、クラーゲンフルト駅に向かう IC と EC 列車は、 この線を経由する。ベルグル駅に、クーフシュタイン・インスブルック線が本線と接続する。シロル地方は1858年からザルツブルク、およびオーストリア東部地方と鉄道で連結されていたが、経路はバイエルン王国を貫通する形だった。それで、バイエルン・マクシミリアン鉄道は1866年、ドイツ連邦の併合とバイエルンとの緊張関係のため、 オーストリア帝国にとって戦略上不利だと見られた。それでオーストリア国内にはもう一つの東西連結線の建設が計画された。1869年9月7日にカール・フォンシュワルツ男爵はザルツブルク・ハライン鉄道に関する建設許可を獲得した。土地の価格は安かったので1871年7月15日に ザルツブルクハライン区間は開通されるのができた。路線運営は、工房エリザベート鉄道株式会社が担当した。1872年11月10日の工房、エリザベート鉄道に与えられた建設、運営許可書の根拠で、ザルツブルクチロール線は1873年から1875年まで建設された。百七十五年工房エリザベート鉄道は、 ザルツブルクハライン鉄道に代わって、この路線を所有することとなった。1884年この路線は、他の皇后エリザベート鉄道の路線と共に、国有化された。1905年、シュバルツイコールセイファイト、バートがシュタイン区間が開通した時に、タウアーン線の斜面がこの路線の側面に建設された。1915年、ザルツブルクチロル線の複線化が完了した。 1925年電気運転のための改修は始まり1930年完了した。二次大戦の終戦直前にこの路線は戦略的に重大だったため連合軍爆撃の標的となった。2011年4月29日にジロル州ブリックセンタール地域に最後の踏切が立体交差に置き換えられた。プファーベアフェン近くを通過する。 EC 列車ブリックセンイムタレ近くを通過する普通列車ザルツブルクホッホフィルツェン区間はザルツブルク運輸連合の運賃システムの適用区間である。チロル運輸連合の運賃システムはホッホフィルツェンベルグル区間を管轄する。各記に系統がそれぞれ1日1往復ずつ運行されている。2017年以前はナイトジェットの種別で運行していた。 下記二つの系統に分かれる。下記三つの系統に分かれる。下記四つの系統に分かれる。下記系統が運行される。シュラドミンクビショフスホフェン・シュバルザハ間お及びビショフスホフェン・ザールフェルデン間に片道のみ早朝、深夜のみの運行。休日はシュバルザハ異性でのみ運行される。2016年以前はビショフスホフェン港も運行していて一部は ザールフェルデン異性で、S バーンとなり、ベルグルまで直通する。下記二つの系統に分かれる。ABCD ザルツブルクハライン鉄道の情報、エルマオーベレガーの、ウェブサイトハット ABRGBL1872-170 イン、ライクス自設ブラッドフィアダイ,イムライクスレイズ、バートラデナンコングリッシュウントランダー、ヤーガング1872、 S587-614 S オーストリア国立図書館の新聞記事ディジタル化イロフトナンデアイゼンバントレックザルツブルクハラインインゾルツバーガーサイトゥング15ジュリ1871 S8 ボンシャランケンジイントケシヒテダスブリックセントルイストベハーンクロイズングスフレイダイアンターフラングインブリックセンベルザイロフネットザルツブルク運輸連合の鉄道路線図 SVV の資料チロル運輸連合の鉄道路線図などの情報、VVT の資料、ありがとうございます。